正教育チャンネルようこそ、はい、今回は2月7日の法政大学の文系人間環境の問題を見ていこうと思います、えー、では早速いきましょうまず問いの1番です聖、えー、武天皇の在位中に起こった出来事ということでですね聖武天皇は724年に即位してるんですねですので724年以降のものを見ていくことになります はい、724年です、えー。まず、あの、墓灰師。これが答えです。墓灰師は727、えー、年から来てるんですね。えー、ただですね、えー、知らない人が多いと思うので、それ以外の選択肢を見ていきます。まず、いは752年、えー。年号を知らなくてもこれ、完成改元供養が後見天皇だということはわかりますね。えー、ではの国が712年で、元明天皇。 えー、三千石の方が723年で、えー、現象天皇ということになります。はい。ではですね、えー、現象天皇です。えー、問いの2番です。はい。平城京について、<coughs> えー、述べたものとして正しいものです。平城京の左京には、はい、藤原中室の屋敷があると。はい。えー、左京中室、答えは、あが正解です。 えでも、ちょっとこれもわからないかもしれません。そこでですね、それ以外の選択肢を見ていきましょう。まず、いです。えー、うきに、はい、東大寺、幸福寺があった。はい、×です。えー、まずですね、えー、東大寺は、なんとこれ、外ですね。下京の外なんです。下京の外です。で、幸福寺は下京です。下京ということは、はい、左京の右側ですね。えー、それして、う、 えー、レスが、はい、ケビン氏は平安京の時ですから、ツ。そして平城京の中、道の管理は民部省は関係ないですね。まあ、教式とかでしょうね、多分ね。はい、では次、AB にあたまるもの。まず本部見ましょう。えー、まず、聖武天皇の母親は誰か。母親なので、これは宮市、宮氏、宮子が入ります。 で天皇が出家して皇后も同じく出家、はい、勝負の皇后なので皇明子ということになるでしょうね。ということで、宮志宮子と皇明子、えー、答えはその組み合わせを選びまして、A、はいえーえーえー、ということになります。はい、では、続いてですね、えー、見ていきますと、はい、問いの4番目、最、は、澄、い、の著作です。<laughs> え即答でこれは、はい、えーえー、ですね。えー、あはい、空海の監視少量集。はい、空海の監視、はい、です。3号地域も空海ですね、これ空海の著作。えー、領雲衆は直線の最初の監視ということになります。はい、で、問いの後、坂の上の田村坊が築いた城。はい。 坂上、えー、の田村坊が気づいた城答えは「う、はい」ウです、えー、まずですね、はい、多賀城多賀城は、はい、724年、えー、で、えー、これ作ったのが大野の吾妻人です、はい、大野の吾妻人、えー、秋田城が733年諏訪城が803年 コリハリ城が767ということになります。では次に C デーに当てはまるもの、まず本文見ましょうね。はい、まずここで、はい、道高がいて、えー、病で子供に譲ったと、しばらく変わったと。道高の子供ということなんで、これはこれちかまあ、えー、高い家の可能性もあるが、まあ、これチかでしょう。 で、その後、はい、道隆が死んで隠れるって死ぬんですね、お隠れになる。弟に譲った、はい、道隆の後なんで、はい、道兼、ね、ちょっと道鐘はね、難しいかなと思います。ただ選択肢を見ると、そもそもこれチなのはアしかないから、もう C が分かった段階でアなんです、これはね。はい、で、問いの7ですが、道長について、えー、正しいものです。まず、アですが、 源氏、はい、物語を著した紫地部は道長の娘にあたる少子ですね。妹ではないから、ツ。これ、娘です。そして枕のした、枕草子を著した清少納言は道長の娘にあたる亭子。これ、道長じゃないですね。はい、道高の娘が亭、えー、子,帝子です、ねえー。だから、はい、あ、もう、いも罰。う、えー、道長が読んだ和歌は「古今和歌集」に収録、ツですね。 えー、あの、これをば、我が家とぞ思う望月のかけたることもなしと思えば、藤原紗之きの日記、昭遊記にあります。で、で道長の実質日記、御堂漢爬答えは、絵が丸でしょう。えー、問いの8番目、はい、演技の松園整理でが出された時の天皇即答で、第五天皇です。で、EF は、これを読まなきゃ無理ですね。はい、で、ちょっとね、今回とにかく資料がたくさん出てます。特に資料の読むなんか、原文見たことないと、ややきついのではないかと思います。 ではまずですね、はい、将門がいますね、将門。で、天行2年で空蘭の国に渡る、後に空蘭権神の沖の方が将門にたばかったと。ちょっとこれはね、さすがに見たことないときついです。まず E が、はい、日立が入ります。F が武蔵が入ります。まあ、この後も資料続きますからね。 えー、他のね、日程の法制を受ける人、いいですか受験生の皆さん、必ず資料は見た方がいいと思います。今年かなり出そうですね。で、ま、さ門を名付けて、これ、親王ですね。新しい天皇、親王。ということで、EF1、はい、見ていきましょう。で、EF1 です。まず、えー、いきますと、はい、EF が、はい、 えー、今言った日立と武蔵そして親王の後ということになりますはいでは次です続いて白河院また白河に、はい、空乱をたたえ心重の頭部など昔の護岸の寺々も越えということで、まあ、これは白川が作った寺これ見たことなくても大体分かりますよねはい保証寺ということになります はい、保証時まず発 <laughs> はいこれが2番です。続いてですね、えー、見ていきますと、はい、疾病はただ職に備わりたるばかりになりぬ。ということで、この疾病、この疾病が、はい、摂傷関白のことを指す、ここら辺を聞いてくることもあるから、えー、よく知った方がいいです。 はい、出典この人王消灯器をよく聞いてきますね、これね。はい。で、次です。疾病要行われしかろうはい、いわゆる世趙関白が正常していたときは、な、は、ん、い、とかで天下のことは施行したと。はい。これが、はい。戦時です。はい。戦時。で、この時とき、つまり、白河の時代からなんとかで趙の暮らし踏みを重くせられし。 重視したってこと、重くした重視ですね。で、これは、いわゆる、因の腸暮らしぶりのことです。腸の暮らしぶりとは、因の腸暮らしぶりですね。因の腸暮らしぶりです。だから、駅に入るのは、院前ということになるでしょうね。はい。ということで、戦時と院前の組み合わせ。はい。答えは、あです。はい。では、終わりです。では次、2番いきます。応仁の乱ですね。 はい、応仁欄についての問題です。はい、では、早速いきます。えー、まずですね、はいえー、あー、畠山、山名、両官例家の家督争い。これ、畠山はいい意味ですけど、山名が間違ってますね。これ、芝ですね。えー、芝と畠山の官例争いです。で、いい。えー、いいですが、はい、まずいきますと、 オーオーリン仁の乱の初期、東軍型、足利義美、これが丸です。答えは「い」いでしょう。そして、う、はい、佐々木同様が東軍型、佐々木同様って、これ、南北朝の頃ですね、ねのいわゆるバサラ大名ですから、関係ないので、バスということになります。そして、絵ですね、王仁の乱が、 集結した頃、数万の地域や京都を占領、こんな事実もないからツです。はい、戸色に守護出身じゃないのはどれか、えー。即答で朝倉でしょう。朝倉は守護大です。はい、織田と朝倉が芝市の守護大。覚えていきましょうね。えー、長尾が上杉市の守護大でした。はい、では空欄です。えー、まずですね、はい、えー、 前後から行きますと、県知によって登録された連合は空欄に換算され空欄が定められた。空欄は、農民が漁師に収める連獄の基準となったほか、大病が家臣団に軍役を課す際の基準となったと。まずこれが、はい、ゼニです。はい、ゼニはい、ゼニに換算。で、それをダカと言いますね。神カンダカです。はい、では、カとダカを見つけていきますと、はい、えー、答えは、イです。 はい、では次です、あと、はい、河川部 C ですね、鉄砲ですね、はい、鉄砲の火縄の材料とされたものは木綿です、はい、そして問いの後、はい、問いの後ですが、えこの釜、えー、梨川と御台川の合流点に堤防をつけた戦国大名ですで、まずこの堤防ですが、この堤防のことを、信玄堤と言いますね、これを信玄堤と言います。 で、えー、実はですね、えー、これ、昨日のですね、青学でも出てまして、その時にはですね、この、はい、鎌梨川を抜いてました。えー、鎌梨川を抜いて,てこれを聞いてる問題がありましたね。だからまあ、鎌梨川と御台川両方を覚えてほしいと思います。答えは、もちろん武田信玄ということでわかると思いますね。では、C と D の組み合わせ問題です。では、本文戻します。 えー、上杉氏に,による空欄の春日,春日山ですね、大友の空欄の府内、まずこれ、上杉の城下町ですから、上杉がいるのは越後です。越後の上杉ですね。そして大友は、はい、文後の府内。文後府内って普通覚えますね。はい、これ以上があった場所でもあります。ということで、答えは、えー、越後と、それから文、えー、後のあということになりますね。はい。 えー、あとは何ですかね、はい、えー、その空欄の1、はい、ですね、空欄の位置ですが、えー、ちょっと見ていきますと、その前からですね、はい特にからいきますね、特に空欄の勢力の強い地域では、次内調が建設された、まあ、これ、普通に考えると、はい一向宗、もしくはあ浄土真宗ですね、浄土真宗の本願寺派です。 はい、それを見つけていくことになります。ということで、今回は、はい、<coughs> 浄土真宗があるから、1があ、ごめん、イが答えということになりますね。はい、で、河川部 E は <coughs>、これです。えっ、ー、と、さっきの、はい、次内町ですね。はい、次内町、地内町に含まれないものはどれか。はい、金沢は丸、えー、今井と富田林も丸なので、答えは、はい、宇治。これが間違っているということになります。はい、では次、トイド級、護光貿易については、えー、正しいものを選ぶと。 まず、アレスが李政渓が後来を倒し、朝鮮を建国する前に、官合貿易は始まった。えー、まず、ですねこの朝鮮を建国する前、これが罰です。というのはなぜかというと、はい、朝鮮の建国が1392年で、官合貿易が始まるのが1404年だからです。E、官合貿易では主にキートが輸出され、はい、大量の、はい、銅や硫黄が輸入された、これ、輸出と輸入が逆ですね、だから罰です。 そして、うー、足利義則が長考貿易に反対。もちろん、これも罰です。これ、義持の間違いです。よって答えが、え、ということになります。博士 <coughs> 松林と結んだ王子が滅亡ですね。え、1551年、王子義孝が末春方に撃たれたというやつです。はい、じゃあ戻します。えー、続いてですね、はい、空欄の EF k です。はい、空欄の EF k ですね。 空乱の平野、空乱の桑名や大湊。まあ、ちょっと平野が難しいですが、摂津です。これが摂津、摂津平野。で、えー、桑名や大湊、まあ、大湊もありますし、これ伊勢ですね。大湊っていうのは伊勢神宮の、はい、えー、港町ですから、下校ですからね。この二つで摂津とお伊勢を選ぶと。 ということになります。えー、で,で、ここで一つ言っておきたいのは港町とかですね、こういうのね、さっきの城下町を含め、今回町たくさん出てますが、えー、地図問題が出ることがあります。えー、そこで図説などで、えー、中世のその町の地図のところで、えー、町を少しでも分かるようにね、チェックしていってください。はい、では次、G と H です。えー、ここですね、はい。えー、堺は36人の空欄、博多は10人の空欄の合雨によって町が運営されていたと。まず G が、はい、エゴー州。 えー、博多は年行事。年行事の字はこの司という字です。ところが今回ね、印刷ミスなのか、ちょっとおかしい、答えは絵です。<laughs> この字がおかしいですね。だからちょっとこれ、えー、漢字ミスだと思われます。これ、えー、印刷ミスなのか、出題ミスなのかは分かりませんけどね。一応そんな感じになってます、えー。訂正が入っていれば問題ありません。はい、では次、問いの十二です。はい、京都御山の寺院です。では、京都御山、もう一回確認しましょう。 はい、京都御山ですが上から天龍寺それから小国寺それから建仁寺東福寺そして曼頭寺,寺ときます、はい。天国のケニー君が豆腐と曼頭を食べたなんて思いますよって答えはあの曼頭寺ということになりますね。 はい。ではあ、最後の2番です。えー、前後から見ていきます。大人なんで、焦土となった京都は町中によって復興され、空欄も祭礼として最高。はい。京都で行うお祭りですから、えー、もちろんこれ、えー、祇園祭りですね。祇園祭り。まあ、筆記でも普通に行きますよね、これね。はい。では、祇園祭りを探します。ということで、答えは、はい。いい。はい。以上で終わりです。では、3番目ですね。はい。 えー、徳川・吉宗関係のところです、まずね、はい。では、誤っているものを選びます。まずですね、はいえー、ああ、えー、キーから将軍となった、はい、丸。孫の一人にノ信がいた、はい、丸。で、これちょっと後で絡むから説明しておきたいんですが、はい、吉宗がいます、えー。吉宗がいて、その後に、えー、田安宗武さんがいます。 そして、えー、松平定信がいるんです。これ、後から絡みますからね、ちゃんと押さえておいてくださいね。はい。ということで、い、えー、は丸です。う、旗本大岡が町奉行。はい。旗本大岡が町奉行。はい。丸養子として迎えた家茂を将軍。これが×です。はい。えー、家茂は自分の子供、実子ですね。はい。ですから、答えは A です。 ちなみに、青木婚姻、はい、官所も〇ですね。はい、で、河川部 B の政策、河川 B は教法の改革です。はい、教法の改革として誤っているもの、はい、えー、っと、御家人の田中九が朝鮮人事の栽培、罰答えはこれでしょう。先にちょっと言ってしまいますと、神殿開発瞬時型〇、そ、え、ば、ー、用人をやめた〇、常弁法〇、揚げ米参勤交代を緩めたも〇です。 でですね田中遊具ですが、まずこの人はね、えー、川崎の、はい、宿の名主さんなんですね。だからどう考えても御家人ではない。だからまずこれが罰です。でですね治水なんかに尽力した、えー、いわゆる農業指導家、農政家です。だから朝鮮人事も関係ないです。で、書いた本が民間西洋。これもよく出ます。 え民間西洋はですね資料などもしばしば出ますのでまあ今回、法制すごい資料出てますからねえ少しでも自分の資料の問題集とか参考書があったら民間西洋も目を通してみてくださいはいでは次です、えー、この問い3がちょっとね難しいかなと思うから三角つけてきます、えー、将軍在職期間がですね20年いかない人ですではどうするかまずちょっと推測していきましょう徳川家光はですね いつか死んだのか、えー、死んだ年に有意小説の乱が起きてますから少なくともこの人はい、えー、1620年代から、えー、1651年までですねだから丸ですはい正確に言えばこの人1623年なんですですぐ下の徳川家綱がその1651年からですねで1680年代までなんですね えー、で次です。徳川常吉が氏が家綱がすぐ死んだ後のが1680年代です。から1700年代ですね、1709年、えー、だから丸です。で徳川家なりはかなり長いですね、1787年、花の完成、完成の改革ぐらいから、えー、1837年、欧州の乱の年までですから、バリバリです。で、よって答えがうということになります。はい えー、この徳川秀忠はいつかっていうと、えー、まず家康が1605年に将軍譲ってますで、えー、1620年代までだからほら20年いってませんよねで正確には1623年なんですだから一応ここ20年代と言ってますが、えー、これがはい1623年ということで、えー、一応正確には書いていきましょうか23年からということになりますはいちょっと難しいですねこれね えー、そしてトイレ4、河川部で、河、え、川、ー、部での、はい、家治さ,、はい、さんの将軍在職時のものとして誤っているもの。で、これね、こう考えてください、家治さんの将軍在職っていつですか、まあ、これ、田沼です、えー。つまり、田沼時代としておかしい,もの,いものということになります。よって答えは、アです。なぜ、万首上御用は1811年、えー、これ、もう家成さんの時代なんですね。えー、だからです。はい で解体新書は1774年です。右、えー、ス物語、普通知りません。これ調べると1776年なんですが、知らなくていいです。で、浅間山の噴火、1783年、田沼時代ですね。明和事件は1767年、非難むなしと思います。まあ、樽馬の頃だろうというふうに推定はできますよね。はい。では次です。江戸時代のですね、えー、江戸幕府が作ったお金として、誤、はい、っているものはどれか。 え答えは歓迎小判です。歓迎通報というのはありますが、歓迎小判はないからです。で、次、河川部 F です。河川部 F。はい。インバルマ手がマはい。インバルマ手がマはどこにあるか。はい。これは千葉県下雄の国。答えが A です。はい。で、河川部 G。はい。河川部 G の工藤平介。はい。工藤平介の元となった作品はどれかというものですね。えー、そのお工藤平介が。 はい言った意見のもとですね。もちろんこれ赤いぞ風雪公の「う」です。はいまず「あ」は「はい聖域物語」本田俊明さん。えー「がはい」が「海通商公」西川条犬海国兵団」が「林紙兵ですね。「三国通南図説」も「林紙兵です。はい。 では問いの8番ですね、はい、主軸の説明として誤っているものです。まず、はい、伊藤神斎、京都小義道丸、広瀬炭僧、文吾した寛義園丸、荻生空井江戸建塾丸、尾形宏庵が、尾形宏庵が、はい、がちょっと飛んじゃいましたね、えー、伊勢松坂で解読道がツですね、えこれ、大阪で、はい、敵塾、もしくは敵敵斎塾ですね。 はい、敵軸もしくは敵敵対、はいで、えー、この敵軸の出身者も出ます。1人目が大村益次郎。その次に福沢幸吉そして橋本早苗。まあ、この辺りを覚えておいてくださいね。はい、大鳥圭介さんという人も言います。はい、そのほかですね、はい、シーボルと長崎鳴岳塾も丸。とりあえず答えは A です。はい、問いの9です。 法力天命記文化として誤っているものですはい答えははいいいですえー、これははい火星文化なんですねさとみ発見八伝これ、えー、火星文化ですただ参考書によってはいまだにですね、えー、教科書なども法力天命記と火星をちゃんと分けてないものなんかもあったりするのでまあこれ山川の教科書じゃない場合はちょっとね、えー、有利不利があったかもしれませんさてで火星部字へ 河川部衛が松平世信さんですね。で、松平世信関係で、はい、来たよ。さっきやりましたね。はい、父親御三協の田安宗武であると。えー、もちろんこれ、丸です。誤ってるもんですからね。今回これは丸です。はい。じゃあね、さっきのところ、もう一回確認しましょう。これですね。では見ておきたいのは、ここです。 吉宗の子供、田康宗武の子供がさらのぶと。さっきのこの問いの1の、この、いですね。問いの1のいと、今回の問題の問いの10のあは、ほぼイコールってことです。続いて、はい、白河藩主を務めた。はい、丸。<coughs> 引退後、白河楽王はい、これも丸。ちょっときついかな。そして、 右下の字こと辞典も丸です <laughs> 随筆ですね説字見聞録がバツ。答えは A です説字見聞録は舞踊恩師という人ですがほぼ出ないそれよりも覚えておきたいのは猿ラノの随筆過月曹師というものがあります これをちょっと覚えておいていただけたらなと思います。はい、では次、問いの11です。はい、河川部系。河川部系は何かというと、管制 <coughs> の改革です。管制の改革として誤っているもの。まず、感情どころ御用達し丸。農村の機能省令、給料機能例、丸。七仏目金、丸。人足よすば、職業訓練、丸。答えは、おでしょう。 翔平坂学問所の受訓、鴨の真渕はこれ、国学ですから関係ないですね。翔平坂学問所の受訓といったら、例の関西の三博士っていう人々です。はい、関西の三博士は、まず芝野立山、美藤二州、 岡田幹染ですね。はい。では次です。近世の日本とロシアの間で <coughs> 誤っているもの、答えは即答で一番、あい,いいですね。ヒュースケンは、この人は、はい、ハリスの通訳です。はい、ハリスはほら、これアメリカですから。だから答えはいいです。 さあ、そして M。はい。簡易の宮助人親王ですね。はい。この人の子供はもちろん降格天皇です。その結果、はい。孫悟一件という事件が起きるんですね。はい。では、次です。4番目です。早速いきましょう。問いの1です。まず、えー、国会に関して、大日本帝国権一方に定められた帝国議会の第1回は、 はい1889年に開かれた、はい、ツです。これ、1890年です。答えは、あです。はい、問い色に、はい、1888年、市政、町村政、丸。1890年、府県政、軍政、丸。はい、大日本帝国憲法においては、ごめんなさい、これ、丸だから、あの、本当は赤でしたね。まあいいです、どっちでももう。はい。で、えー、 主に自治省が、はい、行政管轄をしたと。自治省は、これ、戦後登場します。えー、ですのでね、えー、これ、はい。まず、内務省の間違いです。内務省。で、絵ですが、はい、知事は官僚であり、任命制であると。えー、ここが丸ということになります。 戦前知事は選挙で選ばないと。はい、問いの3、外交ですね。誤っているものです。もう即答でいいです。なぜ井上薫は長州ですね。長州。はい、そして問いの4番目です。えー、大日本帝国憲法、交付後、現役部官としての経歴を有する人物。誤ってる人、即答で最後。 最後は1877年西南戦争で死んでます。憲法が89年ですからね。はい。で、次の5番目です。はい。えー、近年代の有力者について、誤っているもの。はい。誤っているものです。はい。3条は臨時内大臣と内閣総理大臣を兼任したことある。これ、まあ、丸ですけど、ちょっと難しいね。三角にしておきましょう。普通知らないと思います。伊藤が初代、宮内大臣ですから、これは丸。うん 1> 第1抵抗議会に総理大臣として臨んだ重原喜十郎が絶対スですねえ答えはだから「う」ですはい答えはだから「う」ですもちろんこれ山形有朋の間違いですなお松方正義が大蔵大臣になった大蔵卿から丸「丸はい問いの6番ですはい正しいものです まず、あはい、東大の学生組織建設者同盟、はい× <coughs>、新人会でしょうね、はい。大正時代、吉野作造が民本主義、はい答えは「い」です。えー「ウレスが、はい、婦人の賛成権獲得を目指す正当者、これがまず×です。まず、これ文、えー、学団体、文芸団体ですね、だから賛成権獲得は関係ない。 しかも、正当者は1911年だから大正時代でもないんです。A、えー、はい、小日本修行を唱えたのは徳富祖法ではないから×。えー、石橋丹山です。しかも、鎮太を占領すべからず、第一次大戦の時だから昭和でもないから、ここも×ということになります。はい、といなら、これ日本史じゃないですよね。面白いですね。漢字検定かなって感じがします。あが、そのままですね、ロシア。 いがフランス、えがイギリス。ということで、はい、ノルウェーを表すのは答えが、はい、いということになります。はい。で、問八です。誤っているもので。はっきり言ってこれですね。例えば、あのね、イワクラがストックホルムを訪れた、ノルウェーとスウェーデンと同訓連合を形成してノルウェーは、まずこれははっきり言って普通分からないから、ハグナなんです。でイ 40年ドイツがノルウェーに侵攻40年日ロク三国同盟は「い」は○ですよねで「う」よく読みますと1974年ノーベル平和賞を受賞式にコノエが受賞者ありえないから×よって答えは「う」ですえなぜだってコノエは1945年の段階でですねえ例の、はい、生産カリで服毒自殺をしてますよねはい で次、問いの9。はい。反戦、えー、敗戦です。敗戦と関係ないものも,もちろん、いいです。はい。江藤新平は1874年、佐賀の乱で死んでますからね。えー、そもそも明治時代もそんなに、ね、活躍してない、すぐ死んでますから、えー。戦後までいるわけないですね。はい。問いの10番目です。えー、これも誤っているもので、即答で、はい。えー、あです。はい。どこが違う えー、ハリスは将軍徳川成明に謁見。徳川成明、これ、水戸の藩主です、もともとね、えー。将軍ではないです。あえて言うなら、ハリスが謁見したのは、13代将軍のイエサさんですね、えー。かなりこの人、病弱でやばかったらしくてね、当時の記録はハリスがですね、こう書いてあります。えー、タイ君は、えー、会見中、斜め後ろを見て、足をバタつかせていたというふうに書いてるんですね。では次、問いの11です。 はい。民選議員の設立、憲白した人たち。え例えば、板垣、後藤江戸、遅い島。まあ、江戸はすぐ死んでますけどね。えー、それ以外の人。はい。一人も衆議院議員になっていない。はい。えー、これ、丸ですね。えー、彼らは貴族員ですから、今回謝ってるもんです。で、いい。公爵そして、二番目の公爵は選挙はしなかったと。自動的議員、丸です。うー。はい。 えー、衆議院議員選挙法における投票者の納税資格は46年初めて撤廃罰、え、×、ー。答えは、うです。これはですね、例の、はいえー、1925年の普通選挙法ですね。普通選挙法で撤廃されてますよね。はい、では次です。問いの12番、やはりね、えー、感染関係ね。 今年出そうかなと誰も思ったんですけど、予定通りに出た感じですね、これね。はい、知らないデータがあったら勉強してください。まずですね、アですが、北原博士は死とかですよね。えー、ペスト関係ないです。はい、えー、もちろん罰です。このペスト菌といったら、はい、北里柴三郎です。はい、北里柴三郎です。で、えー、次です。はい、いですが、 はいもちろんこれセキュリティはシガきよしで「う」の病床六尺を書いたのは正岡四季ですよって答えが「え」です え、矢の間の内保もつはちょっと知らないと思いますけどね。まあ、今回をきっかけに見といてもいいかなと思います。はい、えー、これで全部終わりですね。えー、全体的に比較的に簡単な問題でした。えー、ちょっとあの、徳川将軍の在職だけはちょっと難問かなと思いますけどね。はい。あとは資料をね、やはり見たことないときついのもありますので、えー、今後ですね、まだ法政大学を受けようとしている皆さん、えー、少しでも資料は見て頑張ってほしいと思います。えー、それをね、必ずチャンネル登録といいねボタンだけを押してください。お願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら